皆さんこんにちは。これがもともとアルトについてたビスカス。こっちが買ったやつ。スペーシアうん。スペーシアみたいだね、うん。こっちがね、平成22年式だよ。こっちが、なんだ ?28 年式の一応対策されたのかなわかんねえけど、とりあえずイオンないっていう話なんで。 うん、このゴムの劣化がねやっぱりこっちの方があるなこういうゴムが悪くてもここの軸がこう今こう少しは動くんだけどこういうのでも影響するかな少しは少しはだよ多分どれつけてみっかはいまず下先てこれがさっきのビスカスねこういうのがワンワールドついたんだけど ちょっと、こんな感じなんだそっちが後ろねうんあとまずここを4つあんのよ4つこれが4つこいつ外してあどうだここさあんだよなここさ目の、ね、は長さあ ここの長さ24つあるのやんのよ。これがね、インパクトでもうガッ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 ってこうあ、見えねえな。インパクトで外すドラッグだね。そう、ここそう、近いな、あんまり。ここれが落ちてくんのよ、下に。ストンと。が、こいつが、プロペラ、プロペラが落ちてくんのよ。そんなに表がねえから頭さえぶつけなければいいな。うん。あとは、 あとほらここされるこっちのこっちのネジだ外して終わり簡単だよはい適質これがワゴンルワゴン R ってかってね MH21S あのかぐばったやつかなでこっちが HA25S でこれが何だ これが MK42S スペーシアが同じだねこれ何かもし困ってる人がいたらドイズが合うんだろうって新聞見ればわかるんだろうけどねこれまあねでもあると角張ったワゴンある MH21S あとこいのがスペーシアスペーシアもいろんな形があってわかんないもんな まあ、だ,だいぶでも全部同じ,同じってことかな、まあ、取り付けのとこも全部同じだねうんとりあえずで付けてみましょう、はい、まず取り付けは省略だね上に上に本上に本付けてあとこうさあの4つのボルトのとこ入れてやってあと後ろはこうさ落ちてくからこいつが一番めんどくせえかもしれないなここ付けるの、うん、それだけだね